あでもなんか、うん、2 years later 幸せかな。あ普通めっちゃ考えたのに。でもこれね多分外れてると思う。人生にタイトルをつけるとするならばずる。おい、ちゃんとずるいって感じました。俺多分世の中 の, その大変な人と比べると そ, う、ね、そんなに大変な思いしてないの。マジでしてない。すごくいい思いしてるから、うんうん、ずるいなって。ずるいね、うん、だからって別にずるいから正すとかないですよ。このままずるし続けますよ。まさか、はい、まさか僕はね叶え30年の頭おかしいじゃん。30年の頭おかしいなお前な。そんな深いこと言ってしまう。おかしくなかったわ。なんかこんなん言うよね。いつも言ってるよ幸せこれは大衆向けな。あこれあの雑誌のインタビューとかだ、うん、ここ幸せって言ってんだ、うん、貯金がいくら。え言っていいのって言ってた。言ってたね。って言ってた。これだから挑戦状だよ。スタッフからのって言ってた。って言ってた。で言っていいわけねえだろ。お野菜のやつだ。お野菜のくだり、はい、行こう。本当に言おうとする剣幕だったのよ確か。貯金はいくら。え言っていいの逆に。いや俺野菜ってことやったかも。絶対カットしないでもらっていいですか。だってお野菜って言ったじゃん。でもこれも挑戦状でしょ運営から。いいのよ抗わなくていいの。こんなんは答えない想定で入れてるから。先に刀抜いたのこっちやん。違う刀じゃないやん。返さねば。プロレスだから。これプロレスだから、うん、200円。いやお野菜キュウリ大根覚えてるね。本当に覚えてる。意外と覚え。すごいわ俺の脳みそ。もうなんかクシャッてなったけど意外と意外と機能してるわ。え仕事をやりてえわけなくない。なんだろう。ないで仕事もう絶対返しダメだよ。もういいマネライバーのマネージャーやりたい。見てみよう。やりたい。やってみたい仕事職業は。マジでやりたい。マネージャーほら、あー、面白い。やってみたい。おー、こいつクソ野郎だなってなるのか。あー、いいね。そう、わかるってなるのか。それめちゃめちゃいい。うん、それで。ほらほらお前のせいだよ答えてない、お前のせいだよでも僕、うん、クズハがライバーのマネージャーって言ったのも僕が、うん、結局答えてないのも両方覚えてた。違えたらちょっと。もちさんか力一さん、うん、あ見てみよう。ライバーで一番面白いと思う人は俺もちさんかな。でもあまだ変わってない。まだ今後台頭してくる可能性はある俺の流行りに。まだだ。でもまだ流行ってんだ俺の中で。あ面白いね。面白いか。面白いね。一番面白い。次行こう。もうこれはもう、うわなんか悔しいわ。まだもちさんって言ってんの。クロノワールがなんかやる。これ次、あ、終わりだよ。